はい、ハロー YouTube ということで、先ほど、先日ね、カメラマンのケンタロウ藤崎さん、まあ、ケンちゃんって、呼んでて、大学の先輩なんですけど、その方にね、バンドの撮影してもらったんですよね。バンド、ジャッキーさんがやってるバンド、ドッグスレイブっていうバンドで、曲は、ルーレットっていうね、タイトルの楽曲撮影していただきました。で、2曲ね、撮影してもらって、2曲目はね、This Time Bed っていう曲で、どっちもね、ルーレットはまあ、ルーレットですね。ぐる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 。で、This Time Bed は、ちょっと英語が正確かはわかんないんですけど、この時にかけるっていうね。まあ、この瞬間にかけるじゃないですけど、だからどっちもギャンブル的なニュアンスのギャンブルの曲ですね。で、そういった時に、人間、僕たち全てがギャンブルのように生きてると僕思ってまして、よく僕も昔はそうだったんですけど、まだ準備ができてないからとかなんかよくあるじゃないですか。でもその準備してることによって、もうタイミングがもう全て逃れていってチャンスをつかめなかったっていうことってよくあると思うんですよね。確かに準備も必要なんですけど、あれだね、恋愛とかで言うと、好きな子がいて、いやでもまだとかって言ってるうちに、誰かと付き合っちゃってね、その子と、せっかくあれやったのに、みたいな、なんか押したらいけてたのに、みたいな、なんかそんなのとかもあると思うんですよ、いろいろ。わかんない。例えがあれやな。なんかパチンコとかでもわかんないですけど、もうちょい粘ったら出てたよねとかなんかよくあるじゃないですか。で、そういった時に、人間ってずっと、こう、目つぶって、生まれる前ですよ。寝てるような状態だと思うんですよね。夢から覚めた時って急に目覚めるじゃないですか。あれ？って思って、そんな感じで生まれてくると思うんですよ。まあ魂かな、今ので例えるとすればですよ。ずっとこう寝てて、パッと出て「うわー眩しい」とか、その病院のね、多分ライトとか来て、お父さんとかお母さんとかお医者さんとかがいて「なんだもう」とかって言って泣いて急に飛び出してくると思うんですけど、それってもう完全に見切り発車状態なんだと思うんですよね。そっからもう右も左も分からず、よく親ガチャとかもあるじゃないですか。で、その親ガチャによってどういう感じで進んでいくか。だからその親ガチャですらね、ギャンブル性で生まれて飛び出してくる時ですらタイミングがもう分かんないんで、急にルーレットが回り出した。で、親ガチャルーレット回ったとかね。で、学校行ったら、めちゃくちゃいじめっ子がいるかもしんないし、いいところかもしんないしとかね、その街の治安とか、国とか、家柄とか、友達とか、就職先とか、わかんないですけど、人間関係とかね、もうすべてがルーレットで、ガチャ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 回ってると思ってまして、全部が見切り発車状態。準備しようにしても待ってくれない状況もあると思うし、準備してたらもうそのタイミング逃してあれっていうこともあるかもしれないし、もちろん準備してうまくいくこともあるかもしれないですけど、すべてがこの瞬間にかかってて、すべてがこのルーレットでぐる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 このガチャが、回ってると思うんですよね。まあ、よく、まあ、例えばですけど、人間の思考が1日に6万回ぐらい思考するって言うんですけど、その降り注いでくる思考ですら、どこをルーレットで止めて選ぶかっていうのはあると思うんですよね。ああ、もうあかん、酒飲もうっていう人もいるかもしれないですけど、そこでね、その6万回の思考を止めて、じゃあ酒飲もうっていうのもありだし、飲まなくって、今日天気いいから散歩しようとかね、外で飲みに行こうとか、友達と遊ぼうとか、ああ、なんか弾丸で実家帰ろうかなとかね、なんかいろいろ、ジム行こうかなとか、
まあ、いろいろあると思うんですよね。ライブ行こうかなとか、ギター練習しようかなとか。そのすべてすらも、このルーレットでどこをその自分がベットしてかけてやっていってるかみたいなね、ことだとは、思ってまして、もう準備とかいらないっていうか、勝手にもう進むからっていうね、そんな感じの楽曲ですね。まあ、そして人生自体もそんなもんだろうなっていうふうには僕自身では思ってますんで、まあ、そういう曲です。はい。ということで、ちょっと、その映像をどうぞ。